レオが渡せって、はい、ミッション完了。お使いじゃん。来ると思っていましたよ、ナギくんとレオくんの新しいカードがね。頑張って引いていこう。で、私どうしようかなと思っていて、レオくん、レオくんね。あ、レオくん。サンキュー。待って、3銭もくれるの？無駄遣いしないね、ありがとう。で、そう、レオくんのことだけ名前で呼んでるんだよ、私。で、以前、みかげくんって言ったらガチャで全然出てきてくれなかったから、どうしよう。みかげレオくんで行こう、今回は。今回。今回。ダメだ。こんな状態で神引きできると思うなよ。多分、今回は、本当に、すごく引くんだろうな。どんだけかっこいいんだよ。で、ほら。結構お腹いっぱいになってきた。まだ引いてないけど。まだ引いてないけど、すごくいい。どうしよう、結構満足してきてる。ちょっと電波が弱いな。そうだよね、2枚あるんだもんね。まあレオくんとね、違う、ミカゲレオくんとナギくんは必ずゲットしたい。ちょっとお腹いっぱいになってきてるけど、やっぱりだいぶ顔がいいし、だいぶ電波が悪いな。で、やっていきますか。待って、リアルグッズプレゼントがある。あ、ま、ん？ってことはミッション、ミッションだけでどうにかなる問題ではない。いっぱい頑張って。そっか、いっぱい頑張る必要がある。いけるか？ってことは、ナギくん、見かけレオくん1枚ずつじゃ足りない？いや、でもとりあえず1枚手に入れることを考えよう。すごい、無料で40連ぐらいできる。すごい。でもどうだろう。今日結構噛みまくってる私のところに来るんだろうか、国神くん。さっきのね、国神くんね、めっちゃ刈り上げよかった。いつもいい。で、どうかな？あー、やっぱりちょっと通信状態が悪いかな。まあ、仕方がないわ。私が悪いからね、これはね。で、どうかな？これでかな？うん。大丈夫ですよ。まだ充電ですからね。私ね、まだもう何十年も。そう、待ってる。そう、待ってる。行ってくる。エピナギ早く見たいな。まだね、その、この世界線の母体は行ってないの。でも、今日行くの。なんて言うんだろう。そう。今日行く。今日行ったら次の日も行く。だって、いやでもね、私、エピナギ立ちを、まだ行ってないけどしたくて、多分行ったら連続で行っちゃうのよ。そうすると動画が撮れないし、こんなにネットワークも今悪いし。そう、だから抑えなくちゃ。とりあえず2回連続で見に行って、あとは、ちょっと、間隔を置き、そしてまた行こうと思う。特典もありますからね。そうか。大丈夫だ。まだ20連目だ。値を上げるには早すぎる。行ってきます。まだ劇場には行けてないけど、もう今の時点で結構エピナギを楽しめせ、たの、ダメだ、ダメだ。こんな私のところに来るかな？こんなにカミカミな私のところに来るかな？だって、ひどく噛んでる見かけレオくんとナギくん私知らないもん。どひどく噛んでる私ならいるけど。そして、ネットワークの状況も悪い。ごめん、話すっちゃった。もういいわ、こういったところももうカットしないで余すことなく見せつける方式でいく。どうかな？どうかな？ライチくんも。出てきてくれたら嬉しいな、エピナギに。いるでしょ。いるって信じて私は行く。で、次がまだ無料ガチャあったっけな？まだあるのすごいな。え？こんなに？そっか。ありがたい。ありがたいけど絶対にこの後、なんか課金をしよう。じゃないと収まらない。この衝動が。ね、ブルーロックマン。ブルーロックマンが一番神経を使うタイミングで。一番集中してるタイミングで話しかけちゃった。このさ、心遣いのなさよ。こういった人のところに来ないと思うんだよ。ネットワークも悪いし。ネットワークが悪すぎる。どうしよう。あんまり悪すぎると、取れてない時があるんですよ。なんかそこだけ固まってしまったりとか、ドゥドゥって、なんて言えばいいんだろう。ドゥドゥってなってるの。いやでも、まあ、このネットワークとこのガチャ運のあれそれは関係ありませんからね。噛み具合は私のせいだけど。行ってきます。いないな！導入されてるもんね。そうだよね。大丈夫。まだ行ける。ほら、チャンスがこんなに転がってるんだよ。絶望することなんかないわ。しかもまだ30連かそこらですからね。まあ全然、なんていうのかな。そう、準備体操だよね。うん。どれを回していこう。これだけ種類があると悩んじゃうね。
まあとりあえず引いていくか。急に考えることを放棄してパッションで生きる時があるから直したい。でもガチャは衝動で回していきたい。ガチャに戦力など不要。戦略今戦力って言った今日ダメじゃない？でも今戦力って言ったよね。戦う気がある。おかしい。もう噛み噛みだよ噛み。なんで今日こんなに噛むんだ。そう噛むし、見かけレオくんたちは来ないし、どうしよう。いやいるっちゃいる。ナギくんとレオくんほらいるっちゃいる。なんなら被ってる。おかしいな。いやまあ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 、まだあるんでしば。最悪交換という手もありますからね。最悪？でも交換は最悪っていうのもどうなんだろう。あまりにも通信環境が悪すぎて一回見返したら最後のはね取れてなかった。3が来たんだよ。あのちぎりくんが、ちぎりくんが3が来たんだよ。信じて信じて。なんてタイミングよ。でもまあこれぐらいの方が人生面白いかもしれないね。下手くそだ。下手くそ下手くそ。あー満足、ありがとう。この下手くそはバロウくんにも潔くんにもかかっていない。私に対してだ。私の取り方に対してだ。そしてチャンスも終わった。大丈夫、チャンスまだ転がってるから転がってるから。行ってくる。でちょこちょこ確認しよう。全然動画が撮れてない時がある。だってみんな知らないわけでしょ。私がちぎりくんと国神くんのカードが出てきてはぁはぁってなってるところは撮れてなかったってことでしょ。それは私にとっては良かったな。いや良かったけど10回分のあがきを見て欲しかった。そしてネットワーク状態が悪い。普段はこんなことないんだよ。今日ちょっと多分いるところが悪い。あ、来るぞ。死んでも勝つ。最近見ましたからね、死んでも勝つと下手くそは特に見てます。特に来てます。見かけりょうくんとなぎくんどこかしらどこかな。こんなに金ピカのボールがいっぱいあるのに。あと、なんだろう、もうそろそろない石があんなにあった気がするのにもうない。あー、とりあえず借り上げを見て落ち着いて、で国神くんのボールが光らない。国神くんのボールが光らないこともあるんだな。それはそれで貴重なものを見た気がする。見かけりょうくんとなぎくんが欲しいです。新作の3のものが欲しいです。よろしくお願いします。今村くん、今村フェスティバルが開催されてる。素敵すぎる。ルナフェスティバルも開催されてるし。え、ちょっといいですね。いや、これはこれで、ね、ちょっと待って。今村くんめっちゃ来てくれてる。え、エピ投げでも来てくれるかな、今村くん。今村くんもね、見てると活力湧いてくるタイプだから好きですね。あと、じゃあ、ライチくんも見たいな。おっきなスクリーンで、ライチくんのこの鼓動を確かめたいの。ちょっと気持ち悪いかな。前のめりな体勢のイガグリくんだって見たいし。そうだね、あとイエモンくんも見たいな。イエモンくんも見たい。すごく見たい。おっきなスクリーンでイエモンくん見たい。さあ、こんだけ金ピカポールがありますからね。イエモンくんじゃん、イエモンくんじゃん。ちょっと満足してきたちょっと満足してきちゃった。どうしよう、待って、石持ってくるか。どうしよう、10連分しかないな、まだ。わあ、まあいいんだいいんだ。まだ、そう、あの、うん。私が一番不安なのはネットワークだけ。ネットワークだけ。もう今度は、ガチャするところもネットワーク気をつける。じゃないと、もし、ゲットできていたとしても、わからない。どうかな？今日あんまりネットが、ネット？わかんなくなってきた。アクセントが。今日ダメすぎる。そう、あのね、ネットが破れるところがね、あんまり見てないんだよね。もうネットが破れると、三角手といっても過言ではないじゃないですか。レオがいなくなるのは俺が困る。約束したしょ、一緒にいるって。痛い。夢じゃない、よかった。え、でもどうだろう、私の夢ってさ、あったかさもあるし美味しさもあるしなんだろう、違う温度感とか、あとその味覚とかもある状態の夢だから分かんない。痛いぐらいじゃ。だからネットワークが悪くてどうにかなってるのも後で確認するし、あとこれが夢かどうかも後で確認する。夢は夢でいいのよ。夢は夢で2回楽しめるから。うん、予行練習ができたってわけよ。だから大丈夫。ほら、まだチャンスが転がってるぞ。いけるいける。でも石がない。ちょっと待って、買ってくるから。不安になってきたな。違うんだよ、あのガチャって怖くないよ。
ガチャって怖くない。私もここまで来ないこともあまりない。うん。だって私、いや神引きですわふふみたいな時期が続いていたもの。今なんとなくバランスが取れてるぐらいよ。信じて信じて、なんかちょっと怪しかった。信じて、本当にそう。さっきのガチャ取れてなかった。あの、なんだろう、私としてはちゃんとした時間軸でガチャを引いていたんだけど、その履歴というか映像としては残ってるものはいきなりピュンと飛んで終わってた。本当だもん、引いたもん。大丈夫、引いたけど3は出てないから。そう大丈夫、なんだろう大丈夫って。そろそろ見たいな、御影レオくんのお顔が見たいな。御影レオ、何御影ってつけるとダメなわけ、やっぱり。どうしてどうしてよ、御影ってかっこいい名前じゃないですか。去年あたりに、まあ私みんなのことを名字呼びなんですよ。イサギくんとかバチラくんとかで、レオくんだけレオくんだったから、いやちょっとそれはな、名字呼びにしますって言ったらね、いつもはそこそこ来てくれるのに一回も来なくて、うん、だから今回もそのパターンかもしれない。交換にしますか。えダメなのかな、御影呼びは、御影呼びはアウトなのかな。今後もレオくんまたはレオピ呼びですかね、もう。うん、私が突発的に御影くんって呼びます、御影レオくんって呼びますって言ってうまくいったことが一度もない。なんでかな、不思議な力が働いているわ。いっぱい金ピカボールあるし、出てきた。日本サッカーの宝って期待されてるから、心に染みる。その恥じないプレーをしたいと思ってるよ。いいよね、キラ君はね、素敵、本当に素敵な人。なんだかお世話になった気がするもん、なぜかね。で、金ピカボールはあるけど、こない、うん、大丈夫大丈夫、私は強い。あ、通知に邪魔された、弱いかもしれない。間も悪い、間も悪すぎる。いいもん、今から交換してくるから。あー、また来た。うるさい、うるさい、うるさい、私に構うな。私は今これでこっちじゃない。でも潔くんは交換する。潔くんを交換して、こっちだ、こっちだ、こっちで、こっちで、レオくん会えて嬉しいよ、ありがとう。はい、今後ちょっと呼び方は定着いたしましたわ、これで。で、レオくんとナギくんのそのストーリーについては今後のね、動画で話していこうと思います。で、次はね、ちゃんと電波が良くて私の口がきちんと回るときにやろうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。